しゃ届いたね。あれこれ大丈夫ですか、そのあのなんかパッパッってやったらドンみたいな編集フルフルスイニシエの YouTuber さん、パッパッパッドンみたいな読んなくて大丈夫ですか、購入品イニシエです。イニシエもうやめ、なんで流行ってたの、はじめさんぐらい、あの人の先輩特許だもんな。 MSU が届きました。2024SS かってことだよね、確かね。そうですね、が届きまして、まあもうちょっと普通に一般でも、一般って言い方よくなかったな今一般でも売られてる、俺が特別に買えたみたいな、よくないです、よくないね。まあ言ったら普通に市場でもう出回ってるというか、そのもう売りに出されてるもので、僕はありがたいことにちょっと展示会をにお邪魔させていただいて、半年以上前かな、もう何やかんやに注文したものがやっと僕の元にも届いたということで、まあいろんな動画でちょびちょび言ってたんで、もうどうせだったらこんだけね、そんだけの量を買った、そんだけのお金を使ったからね、紹介しようかなと。あの元を取らないといけないんだよ、こういうところで どっかでね。僕ありがたいことにこういう場をもらってますから。ではもうでもう本当に段ボールだけ開けて、中全くちゃんとこう出してないんで、開けただけの状態です。なんでもう上からどんどん取ってきます。あの物が多いん でせっかくなら着ていこうかな。俺もその展示会ぶり覚えてるんですか、何をつけたか。何をつけたかはなんとなくやっぱ覚えてる、さすがに。ただそう、着用感とかやっぱ改めてちょっと見たいなってこと。あ、でもせっかくだからもう開封動画だからな、タグのネクダム切ってこう。ハンガーがいいですね。ハンガーもついてきます。だから今一般で売られてるものはちょっとついてくるか分かんないんですけど、ちょっと僕はちょっとその展示会、いわゆる展示会で買えたのでついてきました。あとはい、ショートボンバーです。これいいよな。そう、いいですね、これいいよね、これめっちゃいい。まあライブストーン、おなじみ、僕でおなじみグレーいかに僕がグレーが好きかっていうのがね、多分これ MS 開けてったらマジでわかると思う。で、はい、胸元が美獣の人からハートに、女からの胸元ワンポイントで、基本的には巻きやすいザ・タンタケのザ・タンタケですね。腰1、まあこれシャツとかがあれしたら余計に、まあ腰1、本当に腰1と分かるようなタンタケのこんな形の、まあ本当に着やすいで適当着できる、まあ、着回しやすい、どんなのにも合うっていう、まあ本当に万能な着、めちゃくちゃシルエット綺麗だな、これボックスっぽいですね。そうで、古着のタンタケのこういうのって僕まあ割と持ってるし、例えばそれこそね、まあ、これとかもタンタケの、まあ、作りの雰囲気は同じようなものなんですけど、あのね、良くも悪くも、まあ、基本いいんだけど、こう後ろが上がってるパターンが多い。なんかそのなんか軍物の MA1 とかもよくあると思うんだけど、これになんかもういいんだけど、あれはあれであったらいいんだけど、やっぱ逆にそういうのが意外と多すぎちゃってて、逆にここの背中の位置きれいに止まってるのとかが僕的には割とこの手の作りので、まあ古着が好きだと余計になんかあんまりなかったりするから着やすいかなっていう。そして履こうかな、バカンと、まあなんか結構ドカッと感じような、フレアだけど、うん、まあ言うてスラックスだから足元でちょっと溜まったり落ちたりするし、そんなにフレアフレアしすぎないかなって思ってんだけど、使用感的にどうだろう。まあ靴があったりとかで、やっぱ丈感も長いんで足元で結構乗っかるイメージだから、
なんかそんなにすごいこうパッと見のフレアのイメージはすごい強いわけじゃないのかも。まあでもこの辺とかがスッキリしてるから何やかんやそう見えんのか。それにでまあここら辺がやっぱまあポイントと言いますか、まあワンアイデアの部分だよね。1でまあ言ったらポケット型みたいなデニムとかのくぐられ方してるんだけど、実際のポケットがついてる形とちょっと違うっていう。ジャケットがよいしょあってのセットアップ。おー、まあこのね肩がいいな。これはこの肩パッドのそう、まあ、だいぶ入ってんだけど、これ入り方と立ち方がめっちゃいい。でリートオーバーサイズだからほんと昔の80年代とかの本当に昔のスーツの感じだけど、こっちボタンなくしのなんか奥側で止まるようになってて、中がねあのマグネットで、ここマグネットでね止まるようになってるんですけど、ってのがいいね。まあそれにこういうポップなデザインがあるのが巻きやすそう。はい、まあ、ちょっとね物が多いんで若干テンポは早いですが、こっちから行こうかな。で、あ、まあちなみにこのセットアップ、まあ、スーツセットアップが、まあ、グレーで、まあもう見えてると思うんですが、グレーです、また。いかに俺がグレーが好きか。その黒もあったんだよ、結構。あ、結構っていうか、その、さっきのタンタケのボンバー、ショートボンバーとか、今触ってるこのパーカーも、ジップも、黒あったんだけど、どっちにしようか悩んで、グレーにしました。フロッキードールジップアップフーディー。これね、まあなんか俺が紹介するまでもないのか、その俺別に MSC の内側のスタッフじゃないからあれなんだけど、まあ言ったらあれです、あのシルバニアファミリーとかのお人形さんあるじゃないですか、あれの生地。要はそれがフロッキードール、多分それがそうフロッキードールと、フロッキードールと呼んで差し支えないものだと思うんだよね。シルバニアファミリー的なことをモチーフに、なんかいろいろデザイン起こしたみたいなことを後藤さん、その MSC のデザイナーの方がおっしゃってたから、まあ、若干これも、タンタケ寄りのジップ。まあ、タンタケ寄りなんですけど、まあそんなにすげえ、タンタケしてるっていう感じでもないかな、というとこかな。はい。うん。これなんかね、ちょっとね、やっぱその生地が独特で、なんつうの、ああいうのミニチュア人形みたいなね、まあそれフロッキードールっていう言い方になるんだろうけど、やっぱ硬い、まあこういうさっきのスウェット生地のとか、普段僕も普通に着るようなジップのパーカーとかよりも硬いんで立つんですよ、生地が。だからフードとかの、まあ、上とかも分かりやすくだけど、完全に先が立つとかこの辺の硬さとかがあるんで、まあ重み立体感とか出やすいから、まあ、ちょっとショートアウターみたいな使い方もできるし、でもいいよね。だからその分こういうフードが落ちないとか垂れないんで、この辺が結構ボリューム出るというか立体感出るのがなんか結構僕はねいい、好きかな。はい。でまあこういうちょっと装飾があってます。シルバニアファミリー風っつったらいいのかわかんないけど、ハート柄でハートの四つ葉です。はい。それが要所要所にある、こんな形かな。でこれに行ったらいい、でパンツに行ったらいいかな。じゃあやっぱゲームとかカードもそうだけど開封って楽しいな、結局な。はい、こちらはリボントラウザー、結構ストレートめの、ワイドストレートみたいな生地で、なんかこの光沢感とツヤ感と、まあこの気持ちよさがなんか夏それこそいいかなと思って買って、で、まあ、これ抜けるんですけど、紐言ったらリボンというか紐というか、まあこれが多分そういうことなんでしょうけど、ベルト代わりでまあこういうことしてねみたいなことなんだと思うんですよね。まあ、だと思うというか、もうそうでしかないんだろうけど。で、まあ、スラックスっぽくな
ってる、まあスラックスかなみたいな使い方が一番分かりやすいのかなっていうので、下がここが言ったらフレアカットみたいなのがちょっと入ってて、まあなんで靴とか、まあ、ブーツにしろ何か履いてもこう底が割れて落ちるようになるよっていう仕様です。はい、まあ色味だよね、一番は色味、この艶っぽさと色味が一番このあれで特徴的かなっていうところでした。はい、ユニコーンワイドスウェット、スウェットワイドパンツということで、まあ本当にドストレートです。ドストレートっていうか、あれ普通のワイドのストレートのスウェットパンツで、まあやっぱりこうスウェットパンツはありゃあるだけ楽だよ、いいなっていう。でやっぱね、さすがこの親切感というか、まあ今っぽいなって、ベルトループがちゃんとついてくれてて、まあだから調整しやすいし、タックインとかしてもこう、まあこの辺がちょっと物寂しくならないようになってる。でまあさっきも言った通り、トモ生地ワッペン的なで大きめのこのユニコーン、なんか、あ、そうそう、またあのグレーなんですけど、そのなんでピンクっぽい、紫とかピンク色に近い、何色つんだろうないの、のと黒とかあって、まあ、結局グレー手に取っちゃうなこういうので。まあほんと結構丈感もあるから、まあほんと汚してボロボロになってみたいな、こういうポップで綺麗なスウェットが汚してボロボロになってがかっこいいんだろうなっていう感じで、スウェットパンツってほらやっぱ古着のイメージ多いじゃん。US だったり、チャンピオンとかもそうだけど、なんか逆にこのデザイナーズの綺麗なスウェットパンツ、一本持っとくの新鮮だなと思って、特にグレーのスウェットパンツなんてもうザ・古着のカテゴリーに、なんとか印象に入りやすいから。で、こういうペガサス柄みたいなのが、ちょっとポップであったら、なんかまあ、上はほら、まあ普段古着が多いからどうしても、下はその古着のニュアンスを感じつつもちゃんとこう綺麗なデザインが整ってるもの、シルエットとかデザインが整ってるものがあったらヘビロテしやすいなと思い買いました。これは意外とそんな説明のしやすいものがあるね。ショートボンバーと一緒ですか？若干違う。セットかって言われたらちょっと一緒だったっけな、これもう半年前展示会でこれがあるんですよ。やっぱ時間が経っちゃうから、どっちって言ってたっけなみたいな。あ、でも記事見てる感じ一緒ですね。でもまあ一緒みたいに なります。あのそのあの一緒で、いやペガサス柄の上あった気がして、まああの一緒みたいなもんです。その最終的にはこっちはだからスウェットしたんで、まあだからこのセットアップ感は組めるし、いいよな、このグレーのセットアップ感が寝巻きっぽい上に、なんかちゃんとちょっと現代チックなシュレットを取れて、下がワイドで上がこうギュッと短丈でみたいな、まあ言ったらこう三角形を作れる雰囲気なんだけど、上がちゃんとこうリブが結構締まるから、上単体で見ると逆三角形でみたいなのが、なんかポイントポイントのこう図形とした時のバランスが良くて、スタイリング上のそれも気持ちいい。でなんか僕今これインして綺麗にこう見せてるけど、まあ単丈の性能を生かして T シャツ出して前開けでみたいなのが、うわーこれいいな、このぐらいの感じが結構いいのかも。ちょっとワイルドに男らしくみたいな、かつだらしなくこう抜け、全トータルして抜けみたいな、でもこう柄がポップだったり、これビジューとかみたいなのが、これいいな、この感じ、この感じめちゃくちゃいい。なんかなんつうんだろうな、仕事現場着、その現場着がランクがある、なんか上下というよりはなんか現場着感覚で、こんなんで仕事現場ガシガシ行くやみたいなのがなんか粋だよね。ちょっとかっこいい、ちょっとしたおしゃれとして。で
パンツだ。これこそなんて言うんだ。ぽいですね。ぽい。なんていうのこれ。なんかちょっとドレスっぽい。フラッフィー。フラッフィー。フラッフィー。ふわふわって意味。あ、ふわふわって意味らしい。まあふわってしてる。これはもうベルトループとかないんで、まあ紐でリブ締め。もう超あれです。これ今もう足めっちゃ引きずってる。もう超ロングのワイド、バカワイド、もうバギーに近い。だね、これどういうパターンの取り方してるんだろうな。あ、でちょっとそのカーゴパンツ的な作りでサイドにこうでっかいポケットついてて。ハウルみたいですね。ハウルみたいだろ。翼、小鳥さんみたいだ。皆さん、小鳥さんみたいですよね。その羽が分かるか。この、まあ、ちょっとラメっぽいキラキラした感じと、まあほんとふわっとした、まあ、ちょっとドレスっぽい感じとかが、なんかまあデザイン、まあ超ワイドなんで、まあ、それこそさっきのこう短丈物と合わせたりとか、なんかもうザこうデザイナーズのコレクションパンツみたいな、あ、やっぱもうザのその雰囲気があるから、まあそれこそ僕やっぱ古着が好きだと、なんかこのそういう上下の合わせとして生きてくるなっていう。なんかでね、あのね、結構ね、結構っていうかどういうこう映像上のイメージがあるか分かんないけど、そんなに厚手感がなくて、あの涼しいですよ。で裏地が結構フルレン、裏地がフルレングスで入ってて、パンツと言ってこの辺ぐらいのイメージなんだけど、ちゃんとフルレングスでちゃんとこう裏地があって、その裏地のサラッとしたあたりとか涼しげだから、もう夏も割と履けると。で本当にこういう古着のなんてない T ロン T とか T シャツに B さんみたいなのがかっこいいかなと思って買いました。はい、安価じゃないですけど、でもこれ多分ブランド他のメゾンとか出したらやばい値段しそうですよね。そうな、特殊生地すぎるもんね。これを生地として発注して製法してパターン組んで、で、まあ、ワイドってさ当たり前だけどそれだけ生地量が多いから絶対にね、あの安くはつけられなくなってくるじゃん。だからまあこの作りにしては安く出せてんだもんね。多分すごい今時の、もっと言っていいだそうでしょ。しかもっと言ってそうだよ、ね、ちゃんとそのなんかこういうのって、あと自分でもいろんな洋服を作るようになってからだけど、こういうのって安っぽく見えそうなんだよね。でちゃんと安っぽく見えないっていうのはなんかすごいなって思う。なんかねこれね買ってみたらすごくわかるんですけど、この一個一個の、柄と柄の間とかがこうジグザグにギザギザギザって入ってて、でそこも3段ずつぐらいで違うんですよ。生地がちょっとメッシュっぽいのが入ってて、でその後に普通にウールの生地が入ってるみたいな、まあ切り替えで3段ぐらいでダンダンダンってなってるわけなんだけど、とかまあそんなのもなんか高くなってく様子そうじゃん。でいてこういうなんかラメの仕様とかみたいのがあると、そう、値段は上がりやすいのに、なんか本来ちょっと安っぽく見えそうなんだが、それをさせない。まあだからそれ、まあ FSU が人気のポイントだよね。なんかこういうの、まあ、スパンコールのワイドパンツとかバギーネンツとかも有名だけど、このブランドの魅力なのかなっていう。なんか魅力的だった、なんかもう単純に。さあそしてですね、あ、先にこれやっとこうかな。バラクラバです。マルチストライプバラクラバです。もうなんか割とおなじみだよね、バラクラバね。それこそあれ展示会で映像化した時の服部さんって映ってるっけ？でこれあのこれのピンクをね
来てたんですよね。あ、その時ケイスケ本田、あ、ケイスケ本田それ違います、ストライカーケイスケ本田展示会やんないよね、展示会じゃない、あのショーやんないよね、ファッションショー。ケスケ本田がファッションショーやるかも、や今後やるかもしれないけど、この間お邪魔したのは違うね、ケスケ吉田さんねのファッションショーを、いや最近見たのよ YouTube で、あの YouTube ショートのなんか本田ケスケの名言みたいななんかちょっと回ってきたから吉田さんのところで、あの服部さんが被ってたんだよな確かな。あ、被ってます。そう、映ってたかわからんけど、これちょっと上側で先端が立っちゃうのはね、多分ね、ん、これは馴染むよな、多分これ確かね、多分ね、馴染むはず。こんな別に先端立ちしてるあれじゃなかった、まあいいか。はい、まあ、まあ被りますか。よいしょ。テロンテロンとなっております。ちょっとね、新品なんで上がまだ馴染んでないんです、ちょっとここが立っちゃうんですけど、まあ耳付き耳、まあ耳でいいか。結局さ、バラクラバってさ、まあこうじゃないですか。これで街って歩いてたらさ、どうなんだろうね。やばいっすよそうなんだよね。どこまで、ここが、ね、こんなもんか、出す、そのここまでは隠さない方がいいのか。いや、怖い、怖いもんね。このぐらいの感じなんだろうね、こういう。まあ言うて作り的にそのバラクラバの中でも ここの枠の遊びが広いんで、まあこういう、首元をどこまで下げるかとか、まあこう下ろしてネックオマ的に使うのかとか、逆に首上げちゃう、上げちゃうのもあるし、こう上げるのもあるし、もちろんこう次首通さないって手段もあるしみたいな、この首を通さないっていうパターンもあるし、まあなんか割と遊びは多いのかなって。ここが結構ここの余白が多いだけにね、あ、まあまあそんなそんなそんなです。靴も買ってて、あ、袋がかわいい、袋かわいいの嬉しいですね。よいしょ、コラボ、コラボだね。最近よく見ます。これは言っていいのかな、これ。何ですか、プレゼント。うん、いただいたかもしれない。俺今、いや、あれ注文したのと違うの入ってるぞと思って。名刺は、俺靴はさ、この後ブーツもあるんですけど、靴2足買ってて、だからブーツかそれじゃないものかじゃん。これはいわゆる、ちょうだい。あれ、これなんていうのここって。スブ。スブって言うんだから。最近流行ってる。流行ってるじゃん。サンダルみたいな。サンダル、そう。で、俺買おうと思ってたんだよ。あ、そうなんですか。そう。あの、どっちにしろスブも、スブでちょっと合ってるか、ごめんなさい。読み方は、ほら、難しいから、ブランド読み方が。スブのサンダル。だアウトドアグッズなんだよね、もともとね。登山、あ、アウトドア系、キャンプとかの。のサンダルを、それこそ三四郎の間さんが履いてて、俺もなんかここのサンダル買おうと思ったら、あ、MSA 今やってんじゃんコラボと思って、いいなと思ってたんだよ。で、本元のやつかコラボのやつか、まあどっちか、まあ買おうかなと思ってたんだけど、ないな。え、嘘、間違いです。え、これその入れ間違いって、だって俺返さなきゃいけないだから、これ紹介していいのかな返さなきゃいけないのこれ。中に入ってるかもしれない、袋も。これはこれ用の迷彩がね、あ、
なんかそのありがとうございましたで手紙が一通ね添えられてるかもしれないね、こういうのってね。ないんだよ、感想同じか言ってなかったっす。え、もしかしたら、じゃあもうその手でいってます、これ。めっちゃいいですね。めっちゃいいよね。めっちゃいいですね。俺緑系も結構好きだから、群毛とかもそうだけどさ、選んでくださってるとしたら多分もうつけたものから合いそうなやつ。そういうことよな。サイズ2だ。はい、まあ言ったらこの粒の、ちょっと粒が合ってるか分かんないですけどの、サンダルがこういう形のものをしてるんですよね、何パターンかあって。で、なんかもともとその相田さんが最近キャンプというかハマってまして、で履いてるの見ていいなみたいな言ってたんですよ。でなんかあれ寝巻きじゃなくて布団寝袋かかなとかをなんか確か作ってる場所でがやってるから、なんか冬あったかいサンダルだけど冬あったかいしみたいな、夏も割と通気性よくて軽いから使いやすいみたいに言ってて、すごいそれが魅力的だったんで履きます。本来の靴のサイズが26から 7.5 って書いてあったからちっちゃいんだけど、まあもうスリッパタイプだからぶっちゃけもうちっちゃいクソもないと。で別に履きやすい、もうこれいいわ、めっちゃ楽だわこれで。こんな感じですっていう店ができて、でなんか特にこれは多分もっとなんかこの辺のソールの感じとかが、まあ、もっと普通のザ・スリッパタイプのサンダルみたいな感じなんだよね、本家スープは多分。で MSU とのコラボで割とこうシューズっぽくなってて、でちゃんとこうクッション性もあると、なんかめっちゃ気持ちいい、なんかなんか映画館のカップルシートみたいな、その行ったことないんだけどね、カップルシートとかイメージね、寝れちゃう。だからその寝袋のイメージだからか、なんかプラネタリウムの本当カップルシートにいるみたいな、行ったことないんですけどね、女の子とプラネタリウムとか行ってみたいですよ僕だって。で光沢のあるちょっと緑でまっすぐこう、まあここにねこうスブのロゴが入ってる、まあこのサンダル型のやつはザなんですけど、でここにちょっと羽っぽい模様が描かれてて、だからハーフパンツとか履いてもちゃんとこうワンポイントが入るようになってるし、で履いた時に結構なんだろう、形の立体感とつま先に丸みとこう太さがあるから、なんかちゃんと足元にちょっとボリュームが乗るのも魅力的かなっていう感じだね。一応これまだそうだね、ちょっとないかもしれない、うん、そう俺だけない可能性あるんだ、あとこれ普通に買っていいじゃんみんなも、なんかそうこれはねまだなんかオンラインとかで、ね、出てた気がする。怖いなこれ、ちょっと連絡してみる後藤さんに言われてないんだから、ね、その送ってもらう上で個人間で DM でやり取りしてたんだよ。でも何にも言われなかったんだよ、今これ4月の前半でしょ、ほら俺3月のケツ誕生日だったから、もしかしたらあるぞマジで。優しい息だな、息エナメルミュール、ミュールですね、ミュールです、エナメルミュール。まあ、ほんとちょっとバレエシューズとかドレスシューズっぽい、かわいいっしょ、探してましたよね。そうちょっとバレエシューズっぽい、まあ、ミュウミュウのバレエシューズみたいな、なんか昔のやつとかちょっと見てたりしたんですけど、まあはい、ちょっと薄型の革靴状のこういったものでサイズがもう足でかいから、あでもね革だからここがねエナメル状の革なんで伸びるらしいんですよ。だから割とピッタなんだけど、俺とかはピッタなんだけど、まあ伸びますよって言われて、だからまあ結構ピッタで買ったんだけど、まあぶっちゃけ、まあ、この本革とかじゃないんでここの柔らかいんですよ。だから正直これも結局多分 こうなる、その踏んでスリッパっぽく、でもなんかそのぐらい雑に履いたっていいんじゃないかなっていう感じ。あでもつま先結構余裕あるから、まあ普通に
スポンって入って履けんのか。まあ、夏場なんかほんとデニムの下がこれとかかっこいいのかなっていう、さっきのこれ、あ、これ僕なんかちょっとまだわかんないんですけど、まあいいや、もう商品として出させていただきます。これとはまた打って変わって、ちょっとつま先がに向かってこうちょっとスマートシャープなんで、なんかまたちょっと違った、まあ、上品さが出るんかなみたいな。でもこの素足で履ける感じが上品だけど、まあちょっと男らしくみたいな、うん、ギャップを埋めてかっこいいんじゃねえかなみたいな思ってて、なんかフルレングスのデニムとかなんかぐるぐる巻いてね、ちょっと太いデニムぐるぐる巻いてくるぶしあたりから足元見せんのもちょっと良さそうな雰囲気、これいいです、夏場履きやすそうで、まあ一括りにすると最後なんだけど、毎回 MS って結構なんか何かしらこうパンチの効いた生地デザイン、生地元のデザインが出てて、スパンコールとかなんとかって有名どこもあると思うんだけど、のこのシーズンの一個なんじゃないかなっていうのが、まあ、見えてるんでこれなんですけど、ちょっと総柄っぽい、これは何とおっしゃいますの、これは何と書かれてますの、これはキャンディーツイードワイドパンツです。キャンディーツイードワイド、まあツイードっすよね、だからもうブカって、この足元も引きずってワイドでズドンテロイみたいな感じで、なんかこれが要はさっき言ったこのあのシルバニアファミリー感のそれのこれ、お人形の生地でしょに着せる洋服の生地感に近いやつ、ジップアップフーディーです。これがまた良くて、まあ、セットアップで買ったんですけど、まあ、ちょうどいい具合にロンティーが緑だからこれがまた良くて、これは逆にさっきのとは違って生地が柔らかくて落ちるから下にすげえテロンって垂れてくれるんですよね。で、まあ、かぶってもそのこうこういうこういう流れ方をする、下に落ちてくれるから、でまあ朝、まあほらやっぱこの位置ぐらいでかぶっちゃうじゃん、結局そのファッション的フーディーってって時に柔らかいからこのパーカーのトップが下に落ちてくれるんで、まあ後ろのこのシルエットの立体感も綺麗かなみたいな、あんまここ立ちすぎちゃうと全体のこっからここの長さがすごいことになるから、まあ、落ちてくれるのは嬉しい、なんかそういうかぶり方で使うザフーディーの格好つけ方みたいなのをした時に便利かなみたいな、まあこういう形でセットアップでございます。はい、まあこんなの、まあ生地もちょっと短丈味があってみたいな、まあ着やすいでしょうっていう、これは、キャンディーツイードショーツ、キャンディーツイードショーツ、はい、もうザもうショーツですね、もうほんと膝上の短いよ、ちょっと照れますね、ちょっと照れますね、こんながっつり照れますね、ちょっとね、まあなんかハーパン1個あったらいいなって思ってて、短いでまあみたいな、こう上とのセットアップで見ても、あ、このぐらいだったら恥ずかしくないわ、このぐらいで見せる分には、はい、で、あのこれがブーツ出てるんですよ、言ったらだから、まあ、あの全部買ったってことなんですけど、要は何が言いたいかって、いやでもね、このロングブーツがいいんだよな、派手ロングブーツで1本でジップだから当たり前だけど、この長さになったらはそんなになんか うざくないというか、その脱ぎ履き、まあちょっと顔は切れちゃってるんですけど、こういった具合にもう膝下ぐらいまでの超ハイカットのロングブーツになってますと。だまあこういうことだな。まあ上、まあもちろん、パーカー1枚羽織ればこうだしっていう。脱ぎゃまあ、まあこういうちょっと色合わせ的に緑のロンティーに、みたいなことでもいいし。ってなことで、納品書。私ですね、まあ言いますというとこのですね、
あったあったあった、そっか、税が入るからか、そうだ。うわー、だから、販売価格と、希望小売価格、え希望小売価格、商売価格これどっちで読んだっけ、希望小売だっけ、これでしょ、小売です、小売ね、希望小売価格、販売価格と希望小売価格が、あの、違うんです、あの、僕は展示会に行ったんで、すいません、いやですね、そういうことじゃなくて、みんな、ごめん、まあ、が違うと、希望小売価格、希望小売価格に出すかいくら分買ったか、いくら分買ったかだってそうだよね、いくら買ったかじゃないじゃん、いくら分だったら、だから要は希望小売価格の、展示会のその割引率は公表してないですから、そう、そうなんだよ、希望、いくら分って言い方は正しいよな、はい、足していこう、僕に請求来た金額じゃなくて、実際店頭に並ぶ価格で、で税抜きだから、しかもこれやばいぞ、91万円です13点で91万円、はい、まあ、今期 MSA を、まあ、91万円分お買い上げということで、てなったらこれはもしかしたらてなったらこれはその80万以上お買い上げの皆様にみたいな、その80万円分以上お買い上げの皆様にみたいなことなのかもしれない、もしかしたら。で仮に、まあ、こういったら91万円分 MSU のこう工業とか商業に貢献してるわけじゃないですか。これがもし入れ間違いで誰かのだったとしてもらってもいいですか、その誰かだったとと時もだとしても、そのもう入っちゃったっていう運命だし、それはもうもらっちゃっていいかなってなったら、これもはや、いやでもあれだ、気持ちいいね。でもなんか好きなんだろうな、系統は。なんかこれもちょっと欲しいと思ってたし、なんか意外と今回僕が買った MSU が僕の好きな配色パターンとか結構そうなのかもと思って、やっぱこれも色結構あって、でやっぱ結果的に選んでこの色にしたんですけど、だからこれが欲しかったらもうこの配色パターンが好きだったりとか、グレーだったり、まあこういう、まあ良かったかな、まあ OK、 結構大量買いしたのが、まあやっとずっとなんかそのうち届くと言いつつ、やっと届いたんで紹介できてよかったんじゃないかなと。まあ、来期、まあ、次出るやつの展示会は行けてないんで僕、まあ一般で買う、希望小売価格で、はい、買わせていただくことにはなると思うんですが、もし買う場合はね、まあその時とかまた展示会に行ったりとかで手に入った場合は紹介させてもらおうかなと。ということで以上、今期 MSU 購入品、ちゃんと購入品です、紹介でした。